キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。継続は力なり、聖書を一日一日と読み進むなら不思議にも自然に養われるものがあります。今日も聖書を開いてまいりましょう。今日はマタイの福音書23章3節から行いを真似てはいけないと題してメッセージをお伝えいたします。彼らがあなた方に言うことはすべて実行し守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからです。スマホのアプリスタンド FM で放送中の私の聖書通読ブログ音声版でマタイの福音書を聞いてこられた方は流れがわかっていると思います。イエスは律法学者やパリサイ人たちとたびたび衝突してきました。そしてこの23章でイエスは彼らの腐敗や欠点を容赦なく批判していますね。しかしマタイは律法学者やパリサイ人を批判しようとしているのではなくて、読者に正しい信仰のあり方をイエスの言葉を通して語ろうとしています。イエスは言います。彼らの言うことはすべて実行し守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけないと。彼らが口にするのは聖書の言葉なので聞くに値する。しかし彼らは口にする聖書の言葉をそれほど実行しているわけではない。だから彼らの行いを見て真似るようなことがあってはいけない。しばしば信仰の世界にはこのような矛盾があるものです。人間は罪人ですから致し方がないといえばそうですが、言葉と行いが一致した信仰を持っていきたいと思うところでしょう。私自身、聖書の言葉を人に語りながら、やはりその言葉には自分がついていけていない状況を感じることがありますね。大切なのは、そのような自分をわきまえて、絶えず神の御言葉にとどまって、神に従うことを志すことなのでしょう。もちろん、信仰は個人の頑張りや努力によるものではなくて、神の恵みにより自然に育っていく部分もあるものです。しかし、ぼーっと人生を歩んで信仰の高根を踏み進んでいくこともできません。彼らの言うことをすべて実行しなさいというように、神の言葉を心に留め、神に従う思いを持って日々信仰の歩みを進めていきたいものですね。では、今日も良き一日となるように祈ります。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。継続は力なり、聖書を一日一日と読み進むなら不思議にも自然に養われるものがあります。今日も聖書を開いてまいりましょう。今日はマタイの福音書24章25節から前もって話しましたと題してメッセージをお伝えいたします。いいですか。私はあなた方に前もって話しました。この24章と明日の25章は続きもので、これをマタイは終末、つまり世の終わりをテーマとするイエスの5番目の説教としています。その内容は具体的に紀元70年ローマ帝国によってエルサレムが破壊される悲劇を予言したものです。しかし3節、あなたが来られ世が終わる時とあるように、どうやら紀元70年の出来事に限らず、後の時代のこと、つまり今の私たちにも関わる終末の予言としても理解できるところですね。ここでイエスは終末にどのようなことが起こるのかを具体的に語っています。その時を知らせる前兆があると。例えば、私こそ救い主だと自称する偽キリストが現れる。戦争、内乱、政情不安が起こる。自然災害が起こる。社会的な不正がはびこり、人が冷たくなるなどです。そして35節、この天地は滅び去りますと地球の終わりが予告されていますね。何か怖いなと思う方もおられるでしょう。しかし、印象はともかく、よく理解し心に留めるべきことが語られています。というのも、現代は環境破壊が進んで
人々は他の惑星に移り住むことすら考える時代です。地球の滅びは聖書が言わずとも人々に意識され始めています。しかしたとえそうであっても心配には及びません。聖書はどのようにその日に備えるべきかを前もって伝えているからです。神を信じる者にとってその世の終わりは恐怖と災いの日ではなく長い人生の旅路の終わりであり安息です。やがて私たちは備えられている天の都に迎えられるのです。そしていつその時が来てもよいように天の御国に入る希望を持って御国に入るにふさわしい日々の歩みを心がけるように進められています。大切なのは聖書に教えられながら良き備えをすることでしょう。では今日も良き一日となるように祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会ではあなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますのでお気軽にお問い合わせください。今日は近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 530-8692 530-8692 支所箱215番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか？福井誠です。継続は力なり。聖書を一日一日と読み進むなら不思議にも自然に養われるものがあります。今日も聖書を開いてまいりましょう。今日はマタイの福音書25章40節から私にしたのですと題してメッセージをお伝えいたします。誠にあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。昨日もお話したことですが、人はいつしか神の前に立たせられる日が来ます。今日はその続きで、人はそれまでどのような生き方をしたらよいのか例え話で教えられていますね。まず花婿を迎える10人の娘のお話、つまり賢い5人の娘と愚かな5人の娘のお話は、まさに週末に備えるべきことを語っています。備えあれば憂いなしではありませんが、備える心を持った者とそうでない者との差は突然その日が来た時に明らかになるというわけです。次のタラントの例え、また羊とヤギの例えは具体的にどのように備えるべきかを語っています。まずタラントの例えは、神が私たちに与えてくださっているものを十分生かすべきことを教えています。いや、私は人に比べたらあまり能力もないと思うし、十分生かしなさいと言ってもなと思う方もいるかもしれませんね。しかし神が与えてくださっているものは何か優れた才能だけではなくて、時間やお金、そして体も皆そうなのです。やがて神にお会いするその時、私たちは神に与えられたものをどのように用いたのか説明を求められますね。またヤギと羊の例えは、与えられている賜物は実は大それたものではなくて、ほんの小さなことであることに注意を向けています。例えば愛の心を持って人に関心を向けること、気遣いしたり声をかけたりすることもそうなのです。しかも神によくやったと褒められて、いつそんなことをしたのだろうかと自分でも些細なことと思うようなことであったりするのです。イエスは、あなた方が最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのですと語っています。小さな日常を大切に過ごしながら週末に備えてまいりたいものですね。
ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044、 464-0044、 名古屋市千種区自由が丘 2-10、 世の光センターです。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか？福井誠です。継続は力なり、聖書を一日一日と読み進むなら、不思議にも自然に養われるものがあります。今日も聖書を開いてまいりましょう。今日はマタイの福音書26章56節から、成就するためですと題してメッセージをお伝えいたします。しかし、このすべてのことが起こったのは、預言者たちの書が成就するためです。ここからいよいよイエスの受難物語に入りますね。イエスの十字架の予告に始まり、一挙に最後の晩餐、ゲッセマネの祈り、ユダの裏切り、イエスの逮捕と大祭司カヤパの取り調べ、そしてサンヘドリンの証人会での裁判と、マタイは書き進めていますね。そしてマタイは56節、すべてが聖書の語っていることが実現するためであったとまとめています。イエスの十字架の死は、旧約聖書にあらかじめ予言されていたことでした。ユダの裏切りの箇所を読むと、ユダが計画的にイエスを不当な裁判に引き渡したようにも思われます。しかし、ユダのその計画もイエスはお見通しで、自分の身を委ねたというわけですね。すでに知っていながら、自分の身に起こる危険を受け入れていくイエスの気持ちはどんなものであったのだろうかと思うところですが、イエスはこう祈っています。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。やはりイエスも生身の人間、そのような試練が来るのを耐え難く思っていたようですね。けれどもイエスは神の御心に従っていきます。なぜでしょう？イエスの弟子ペテロはイエスのその従順の意味を解き明かしてこう語りました。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒されたと。イエスは目的をもって、つまり人の罪が許され、新しい命が与えられるために、進んでその苦しみを受けてくださったというのです。大切なのは、イエスのこの目的は達成され、完了していることです。つまり私たちの罪もイエスは負ってくださったのです。イエスにある罪の許しを素直に受け止めていきたいものですね。では今日も良き一日となるように祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 734-8601、 734-8601、 広島宇品郵便局支所箱6番世の光です。
スト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。継続は力なり、聖書を一日一日と読み進むなら不思議にも自然に養われるものがあります。今日も聖書を開いてまいりましょう。今日はマタイの福音書27章54節から、本当に神の子であったと題してメッセージをお伝えいたします。百人隊長や一緒にイエスを見張っていた者たちは、地震やいろいろな出来事を見て非常に恐れていった。この方は本当に神の子であった。イエスはユダヤ式の裁判を終えた後、ローマ式の裁判を受けるためローマ総督に引き渡されました。当時のイスラエルはローマ帝国の支配下にありましたから、死刑執行はローマ総督の命令がなくては行えなかったのです。そこでイエスはローマ帝国への反逆者として訴えられていますね。しかしローマ総督のピラトは、イエスが死刑に値するような人間ではないことなど百も承知のようでしたね。ですから何とかイエスを助けようとするのですが、結果的に十字架につけろと叫び続けるユダヤ人の圧力に押されて、イエスの死刑執行を認めていくのです。27節からはイエスが十字架につけられていく実に痛ましい記録です。イエスは皇帝の紫色の礼服を模した緋色のマント、王爵の代わりとなる足の棒、そして茨の冠をかぶらされ、散々からかわれた後、無制限に鞭を打つローマ式の鞭打ち刑を受けています。それはイエスの肉を裂き骨を砕く拷問に等しい刑でした。イエスは精神的にも肉体的にも極めてどん底、極限の苦しみにあったと言えるでしょう。しかしそれをはるかに上回る最大の苦しみは、イエスが人だけではない神に見捨てられる苦悩に落ちたことです。そこでもし自分は神にも見捨てられたと思うような方がいるならば、イエスがあなたの代わりにその運命を引き受けてくださったことを覚えていただきたいと私は思います。あなたに下されるはずの呪いはイエスに下され、イエスに下されるはずの祝福はあなたに下されるのです。あなたがそのことを受け入れて神に従う人生をスタートさせるなら、神があなたの助けとなり、あなたの人生も変わることでしょう。では今日も良き一日となるように祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691 910-8691 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしでしょうか。福井誠です。継続は力なり、聖書を一日一日と読み進むなら不思議にも自然に養われるものがあります。今日も聖書を開いてまいりましょう。今日はマタイの福音書28章20節から、いつもあなた方と共にいますと題してメッセージをお伝えいたします。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。マタイはイエスの受難を詳しく書き上げた後、さらにその後のエピソード復活について書き進めています。この箇所を読んでいて驚くことは、復活後のイエスの第一声がおはようであったことです。
実に奇妙な感じがしませんか。英語で言えばハロ、十字架というあまりにも重々しい出来事があった直後なのに、イエスは何食わぬ顔で現れ、弟子たちにおはようと声をかけられたのですね。確かに目的を持って十字架にかかられたイエスならではの第一声なのかもしれませんね。ともあれ、復活したイエスは三つのことをなさいました。権威の宣言、命令、そして約束です。まずイエスはご自分にすべての権威が与えられていると宣言されました。先にマタイはイエスをユダヤ人の王として、地上のヘロデ王の権威に勝る王として描きました。その王はなんと十字架につけられる結末を迎えたわけですが、それで終わりではありませんでした。イエスは復活によってヘロデ王に勝るどころか、死後の世界も含めたすべての権威に勝る万物の支配者であることを示されたのです。そのお方が命じられることは二つ、バプテスマを施すことと教えることです。バプテスマはキリストに従って生きることを人に決意させることでしょう。そして教えるというのは、そのようにキリストを信じた者がキリストに従う人生を歩むように支えることです。そして最後に、イエスは人々に、よよいつまでも共にいてくださると約束していますね。さて、私がしている聖書通読ブログ音声版では、明日からマルコの福音書に入ります。ぜひ続けて聞いていただいて、イエスが共にいるという約束によって、この世には恐れるものは何一つないことを知っていただきたいと思います。では、今日も良き一日となるように祈ります。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 990-8691 990-8691 山形郵便局支所箱72番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根弘です。教会のシンボルマークは十字架です。それはイエス・キリストが十字架につけられたことに大きな意味があったからです。今週はこのイエス様の十字架への道をお話ししましょう。もちろんイエス様は十字架につけられるような悪いことは何一つなさいませんでした。しかし当時のユダヤの宗教家や最高議会の議員たちは、何とかしてイエスを死刑にしたいと願っていました。イエス様が自分を神の子、キリスト、救い主だと公言し、彼らの偽善や形式主義を厳しく批判なさっていたからです。彼らはイエス様をでっち上げの宗教裁判にかけて、神を冒涜している罪で死刑に値するという判決を下しました。彼らは自分たちでイエス様を石打ちの刑にすることもできましたが、それでは不十分と考え、当時ユダヤ地方を治めていたローマ総督ピラトのもとにイエス様を連れて行き、ローマの死刑方法である十字架刑を要求したのです。総督ピラトは、彼らがイエス様に対して激しい妬みを持っていることに気づいていました。そしてイエス様には、ローマの法律に照らしても死刑に値する罪を見出すことができませんでした。ですから、ピラトはこの人は何の罪もない、この人を十字架につける理由や原因は何もないと3度も繰り返して宣言していたのです。
また杉越祭りの時には犯罪人の一人に恩赦を与える習慣がありました。そこでイエス様を恩赦の対象にしようと提案したのです。しかし宗教家たちに扇動された群衆はイエスではなくバラバを釈放しろ、イエスを十字架につけろと激しく叫び立てていきました。結局ピラトは民の声を恐れ、これ以上の混乱を恐れていました。そこでイエス様を十字架につけるようにと引き渡してしまったのです。十字架刑は非常に残酷な処刑方法です。両手と足を太い釘で十字架に打ちつけ、死ぬまでそのままの状態に放置するのです。数時間もの間、想像を絶するような激痛に耐え続けなければなりません。ですから早く死ねるように、十字架刑の前には囚人を徹底的に痛めつけてもよいという習慣すらありました。イエス様は鞭打たれ、茨の冠をかぶらされ、十字架を背負い、処刑場に向かっていったのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、わかりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、岩手世の光放送実行委員会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 020-0066 020-0066 盛岡市上田三丁目 6-36 世の光です。がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根博之です。今週はイエス様の十字架への道ということでお話をしています。イエス様は当時の宗教家たちの妬みによって総督ピラトの下で裁判を受けることになりました。再三ピラトはイエス様には罪は見当たらないと宣告していたのですが、群衆は納得しませんでした。そしてピラトはヘブル語でガパタ、式医師と呼ばれる場所で裁判の席に着いたのです。群衆はイエスを十字架につけよと口々に叫び始めました。そしてついにピラトはイエス様を十字架につけるために引き渡したのです。イエス様は自分が貼り付けになる十字架を背負い処刑場まで歩いて行かれました。その道はその後、悲しみの道、ビアドロロッサと呼ばれるようになりました。約1キロほどの道です。十字架は約 4.5 メートルの縦の棒と2メートルぐらいの横棒を別々に運び、処刑場で組み合わせることになっていました。囚人が担ぐのは横棒だけであったと言われていますが、横棒だけでも 4,50 キロはあったのではないかと思います。考えてみてください。イエス様は前日の夜逮捕され、合計で6回もの審問を受けられました。一睡もされていなかったでしょう。そして残酷な鞭打ちによって背中はザクロのように割れ、血だらけです。その背に重い十字架を背負って歩いていかなければならないのです。茨の冠をかぶせられた頭からは血が流れていたことでしょう。どんなに屈強な男でも、肉体的にはもう限界を超えている状態だったでしょう。私が高校生の頃、ドロローサという歌を教会でよく歌いました。こんな詩です。私の罪のために重い十字架負わされ、あざける人の中を耐えて行かれたイエスよ。ドロローサ、ドロローサ、私の胸の中に刻まれた主の十字架、茨の冠つけて祈られる主の姿、ドロローサ、ドロローサ、登ってゆく道。イエス・キリストが歩まれたこの悲しみの道は一体何のためだったのでしょう。聖書はこう教えています。
第2コリント5章21節、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。私たちのために歩まれた悲しみの道、ドロロサだったのですね。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は四国福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 770-8691、 770-8691、 徳島中央郵便局支所箱46番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか？関根博之です。イエス様は自分が貼り付けにされる十字架を背負い、処刑場まで歩いて行かれました。その道はその後、悲しみの道、ビアドロロサと呼ばれるようになりました。約1キロほどの道です。イエス様は十字架を背負い、道の途中で何度も何度も倒れては立ち上がり、容赦のない兵隊の罵声を浴びせられながら歩いて行かれたことでしょう。その時でした。ローマ兵は一人の男を無理やり引っ張ってきて、イエス様の十字架を背負わせたのです。その男はシモンという名のクレネ人でした。クレネは北アフリカの地中海に面した都市でした。そこにはユダヤ人も多く住んでいました。このシモンという人は、クレネ近郊の田舎に住んでいたようでした。彼は念願かなって、エルサレムに巡礼のためにやってきました。ちょうどその時、年に一度の最大のお祭りの杉越祭りの時でしたので、世界中のユダヤ人たちがエルサレムに集まってきていました。しかしシモンが町に入ると、杉越の祭りのせいだけではない、異様な雰囲気に満ちていました。やじ馬があふれ、罵声が飛び、涙するものもあり、そこでとんでもない光景を目撃したのです。それは何度もよろめき倒れながら十字架を背負う男の姿でした。もちろんシモンにはそれが誰なのかわかりません。せっかくエルサレムに来たのに、見たくないものを見てしまったと思ったかもしれません。その時、突然ローマ兵がシモンの腕を掴んで引きずり出し、おいお前、イエスの十字架を代わりに背負え、と命令したのです。彼はなんて運が悪いんだと思ったに違いありません。しかしローマ兵に逆らうことなどできません。周りの人目を考えてみてください。十字架を背負っている人をどんな目で人は見るでしょう。ああ、きっとあいつも悪いことでもしたのではないか。きっと何かの罰を受けてるに違いない。彼は必死で、私は何の関係もありませんと説明したかったに違いありません。シモンにとって、この突然の出来事は、栄えあるエルサレム巡礼が最も惨めな人生最悪の日になってしまったと思えたに違いありません。しかし十字架につけられたイエス様を見たとき、最悪の日が救い主に出会った栄えある日と後に変えられていくのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は近畿福音放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 530-8691、
530-8692 530-8692 支所箱215番、世の光です。キリスト教会がお送りする世の光、世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根弘之です。イエス・キリストは十字架を背負い、道の途中で何度も何度も倒れては立ち上がり、容赦のない兵隊の罵声を浴びせられながら歩いて行かれたことでしょう。その時でした。ローマ兵は一人の男を無理やり引っ張ってきて、イエス様の十字架を背負わせたのです。その男はシモンという名のクレネ人でした。実はこのシモンについては、どの福音書を見てもイエス様の代わりに十字架を担いだことしか書かれていません。しかしマルコの福音書には、このシモンがアレキサンドルとルポスとの父であるとわざわざ記しているんです。ですからこの福音書を読んだ人たちの多くが、シモンの息子であるアレキサンドルとルポスという兄弟をよく知っていたということになりますね。後に新約聖書の多くの手紙を記したパウロがローマの教会に宛てた手紙にこんな一文が記されています。主にあって選ばれた人ルポスによろしく、また彼と私との母によろしく。ここに出てくるルポスが十字架を担いだシモンの息子ルポスではないかと考えられるのです。つまりイエス様の十字架を背負ったシモンの息子ルポスが、今はローマにいるそのお母さん、つまりシモンの奥さんですよね。その奥さんがパウロを世話していた人だというわけです。このことを考えると、シモンがエルサレムで十字架を無理やり背負わされた出来事が、後に家族がクリスチャンになっていく大きな転機となっていったと考えられるのです。シモンは最初、自分の身の不運を嘆いたかもしれません。しかし十字架を背負わされたシモンは、傍らを歩いておられるイエス様を見ながら、このイエスとは一体何者なんだろう。大きな罪を犯したようには見えないし、罵られてもあざけられても憎しみの眼差しを向けるわけではない。一体どういうお方なのだろう。そんなふうに考えたでしょう。彼は十字架につけられたイエス様の姿をじっと見つめていたのでしょう。十字架でイエス様が言われた言葉を耳にしたはずです。それにイエス様を十字架につけたローマの百人隊長は、この方は誠に神の子であったというのを聞いて、シモンも同じような思いを持ったに違いありません。そしてイエス様を救い主として信じ、信仰が家族にまで広がったとも言えるのです。人生最悪の日が救い主に出会う日となっていったのですね。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は東海福音放送協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 464-0044 464-0044 名古屋市千種区自由が丘 2-10 世の光センターです。キリスト教会がお送りする世の光、世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根弘之です。イエス様はゴルコタ、サレコーベという何とも不気味な名前の場所で十字架につけられました。ところで不思議なことに、どの福音書も
イエス様を十字架につけた時の生々しい光景は描写していません。ごく短く淡々と記しているに過ぎないんです。イエス様が両手両足を釘付けにされたことは、後に弟子のトマスがイエス様が復活されたことを信じることができず、私はその手に釘の跡を見、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ、決して信じないと語っているので、イエス様が釘付けされたということがわかるんです。聖書はイエス様の痛々しい苦しみの姿をこと細かく描くよりも、イエス・キリストこそ旧約聖書で予言された正真正銘の救い主であるということを示すことに重点が置かれ書かれているんです。ですから私たちは十字架の記事を読むとき、ただイエス様が苦しまれたということに心を痛めて終わるのではなく、イエス・キリストこそ旧約聖書で予言された誠の救い主であることを認めることが大切なんです。実はイエス様を十字架につけた兵士たちや十字架を眺めている人々の無自覚な行動の中に、旧約聖書の救いに関する予言が成就したのだということが記録されています。その一つは、兵士たちがもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエス様に与えようとしたという記録です。実はこれは旧約聖書の詩篇69編の21節に、彼らは私の食べ物の代わりに毒を与え、私が乾いた時には酢を飲ませましたという予言が成就したのだということを示しているんです。この詩篇の69編は、神様に信頼する詩人が身内の者に裏切られた苦痛を歌った詩です。救い主の苦難を予言したものとして読まれていきました。旧約聖書を知っている人ならよく知られている予言で、それがイエス様の十字架において成就したのです。そして兵士たちがくじを引いてイエス様の着物を分けたという記録も出てきます。これもどうしても記さなければならないほどの重要な出来事とは思えませんね。しかし4つの福音書すべてがこの出来事を記録しているのです。なぜなら詩篇22編に、彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにしますとあるからです。その通りのことがイエス様の十字架において起こったのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は中国地方放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 734-8601 734-8601、 広島宇品郵便局支所箱6番世の光です。キリスト教会がお送りする世の光。世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか？関根博之です。イエス様はゴルコタ、サレ神戸と名付けられた場所で十字架につけられました。聖書はイエス様の痛々しい苦しみの姿をこと細かく描くことよりも、イエス様こそ旧約聖書で予言された正真正銘の救い主であることを示すことに重点を置いて書かれています。兵士たちがもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとした、そのことも、兵士たちがくじを引いてイエスの着物を分けたということも、旧約聖書に記された救い主の予言の成就となる出来事でした。またイエス様に対して人々は容赦なく罵倒しました。道を行く人々は頭を振りながら、おお、神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろと罵りました。
またユダヤの宗教指導者たちは、他人は救ったが自分は救えない。十字架から降りてこい。我々はそれを見たら信じるから、とイエス様をあざけりました。しかし、こうした人々の罵倒さえも、旧約聖書で記されていることの成就であったと聖書は教えるんです。詩編の22編には、私を見る者は皆私をあざけります。口を尖らせ頭を振ります。主に身を任せよ。助け出してもらえばよい。主に救い出してもらえ。彼のお気に入りなのだから。このように書かれている言葉の通りのことが起こったわけです。イエス様は神の本質を持っておられる方ですから、十字架から降りてご自分を救うこともできました。天の大軍団を召集して敵対する人々を蹴散らすこともおできになりました。しかし、そうなさいませんでした。なぜでしょうか。イエス様が私たちの罪をすべて背負い十字架にかかり、罪のもたらす罰を呪いをすべて身代わりに引き受けてくださる、そのことこそが神様のご計画だったからです。イエス様は人の救いの成就のために十字架への道に従順に従われました。それは私たち一人一人を愛しておられるからです。もしイエス様がご自分を救うために十字架から降りてしまったら、私たちには救いがありません。イエス様を十字架上に留めたのは、両手両足を貫いた太い釘の力ではなく、私たちを救わずにはおられないイエス様の愛の力だったのです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また、番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、福井放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 910-8691 910-8691 福井中央郵便局支所箱9番世の光です。教会がお送りする世の光。世の光の時間です。いかがお過ごしですか？板倉邦夫です。今日は権利を主張するという題でお話ししましょう。私たちは一人の人間としての基本的人権を保障されています。しかし現実はしばしば権力を恐れて当然言うべきことを言わず泣き寝入りしてしまうことがありますね。使徒の働き22章の続きです。さて、パウロの弁明は途中群衆の怒号によって終わってしまいました。こんな男は地上から取り除いてしまえ、生かしておくべきではないと人々は大声を張り上げ、わめき立てて空中に自分たちの上着を投げ、地の塵をまき散らす始末でした。ローマの専任隊長は部下にパウロを平穏に引き入れるようにと命じました。そしてどういうわけで民衆がこの男に対してこんなにわめき立てているのかを確かめるため、パウロを鞭打ちの拷問にかけ取り調べるように言い渡したのです。そして平穏に連れて行かれたパウロは鞭打ちのために縛り上げられました。パウロはそばに立っている百人隊長に言いました。ローマの市民である私を裁判もしないで鞭打っていいのですか。百人隊長はびっくりして千人隊長のところに飛んで行って報告しました。どうしたらいいでしょうか、千人隊長様、あの人はローマの市民なのです。そこで千人隊長はパウロのところに来て言いました。私に言ってくれ、あなたはローマの市民なのか。そうです、私はローマの市民権を多額の金で買い取ったのだが、
パウロは答えました。私は生まれながらローマ市民です。それを聞くと千人隊長は非常に恐れました。またパウロを取り調べようとしていた人々も直ちに身を引いたのです。さて、権力者は同時に権威を持ったものです。権威とはその権力にふさわしい品格と尊敬できる資質があるものです。人を高めるために権威が与えられているのです。しかししばしば権力者は権力だけを持って人々を扱うようですね。そして人々は権力を恐れ、自ら与えられている権利さえも主張できない現実があります。しかしパウロは不当な扱いに対し、自ら与えられているローマ市民の権利を主張いたしました。当然なことです。ポッドキャストでお聞きいただいている世の光は、全国7つの放送伝道協力会の協力でお送りしています。ところであなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？各地域の放送伝道協力会では、あなたのお近くのキリスト教会を紹介しています。最寄りの駅名、もしくはバス停名を書いてお問い合わせください。また番組の係では、分かりやすい聖書通信講座をご用意しています。無料のコースもありますので、お気軽にお問い合わせください。今日は山形世の光放送伝道協力会のお問い合わせ先をご紹介します。郵便番号 990-8691 990-8691 山形郵便局支所箱72番世の光です。